日野富家は、1545年、李氏朝鮮の民衆時代に起きた、民衆の外籍院元甲羅による、大鳥城君を衰退しようとした反対勢力である、先代、仁僧の外籍の院務と彼に投用された、シリンラの粛清事件。1544年11月、中僧が死去すると、正氏が29歳で即位し、仁僧となった。仁は、母が三で、 生後すぐに死去したため、次日であった、文帝王公に育てられた。文帝王公の実施で、人相の異母帝、喜び現体君はこの時11歳であった。中宗大の晩年、政治の実権をめぐって、人相のおじ、陰務の率いる、大陰派と文帝王公の辞帝、陰元子を中心とする松陰派とが、ことごとくに対立していたが、人相の即位により、 大院派が優位となった。人僧は、その短い在位期間中に、希望死化で被害に遭った、超高僧ら死林派の名誉回復を図り、自らも同学政治を標榜して、死林派の登用を推進したが、即位後わずか休暇つき足らずで、原因不明の急病で死去した。人僧の休止については、当時からママ母である、文帝王校による殺害説が、密かに囁かれてきたが、 真相は、歴史の闇に葬られた。人相の死によって、後ろ盾を失った、大院派に対し、幼い国王、民衆とその聖母、文帝王公に擁護された、松院派の中心人物、陰元公は、策略を駆使しながら、口実を設けて、院務、劉官、劉人主らの大院派の首領を受決に追い込み、彼らに追随した多くの四林派の官僚たちを、配慮した。 そのために、木の富鹿と呼ばれる。木の富鹿で政権を掌握した、陰元公は、1547年にも、両裁疫壁諸国を起こして、先の事件で生き残った、良識派の市林勢力をも一掃し、権力を独占した。陰元公は、国王の外籍として、文帝王公を存命中はその映画を極めたと言われるが、文帝王公の死により、その即出、 テーランと共に政権を追われ、自害した。ありがとうございます。